オッケー。これは刺さっていく。さあ一応ね、これを目指して今回このデッキ組んだんで、あとコンバートも当然紙のね、殴りはアタック下げることでできるんで、紙殴りと紙弾をメタるためにこの編成をしていると言っても過言ではないんですが、ちょっと1枚デッキのね、内容に、そぐわないキャラクターが1枚いまして、それが問題なんだよな。まあ、とりあえずもったいないけどこれいくか。スイレンさんこんばんは。いつもありがとうございます。キノコモチさん、コンバートと火炎もそこまで湧いてないので、有利か互角か、なるほどですね。それぐらいが多いと。天橋花さんはそろそろ、プラチナビーいきますね。早いですね。初めてまだ、6日目でしたっけ？相当早くないですか？スピード。そんなもんなんすかね、今は。プラチナって、だってあれですもんね。ダイヤモンドの1個手前ですもんね。ダイヤモンド隊の。なかなかの高スピードでは？で、結構早いんじゃないですか？プラチナ B って。OK、アタックはゴリゴリに下げてはいまして、ここでの受け持ちナイス。しっかりとね、後手番も引いてるんで。さあ、これはのんびり立ち回ってはいきたいんですが、おっと、あえてここでオーラを引いていく。そっちパターンね。まあ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 。でもちょっと手駒重いな。これキリンいらないかな。オーラ2枚だとちょっと重いっすよね。ちょっとキリン捨てちゃおうかな。はい、さんこんばんは。いつもありがとうございます。花さんは、ミオさんというか、あ、そうなんですね。あれが BW さんかな、それは。確か。プラチナまで行った感じです。なので。なるほどですね。まだ全然早いと思いますよ。あ、キノコムシさん。ナイス上昇と。ちょっと待って、これ、打ち方覚えてるかな？打ち方覚えてるか？普通に打ち方覚えてない説あるんで。あ、知ってますよ。僕のね、配信にも来てくださることあるんで。もちろん承知しております。いやー、これなんか A の3に置きたいけど、なんか盤面あんまり良くなさそうなんですよね。それ大丈夫かな？自分的にはね、いや、どうしよう。ここでいいかな。デバフなんで、正直、A の3に安定しておきたいんですけど、でも盤面考えるんだったらこっちの方がいいかな。なんとなく。あ、そこ来るか。ピリカでデバフいなされまして、ウォルプダースいつ使おうかな。できればコンボスキルも使いたいっすよね。ウォルプダース。まあ一旦こんな感じでいきます。さあこんな感じにしまして、あとどう打ち回していくか。なんか永続回復欲しいかな。そこ行く？そこはどうなんですか？そこはどうなんすかね。ここかな。で、相手が D の位置に来た時にこれは無視ですかね。無視で良さそうですね。ここでウォルプタース打っちゃおうかな。ウォルプタースここに打ちまして。あ、いやー、でもなんかちょっと怪しいか？なんか盤面危ういな。そして、1年 B 組出席番号17番、小林達明さんですかね、こんばんは。小林状態来た、どういうことですか、それ。
全然ちょっとノリが分かっていないんですけど、こんばんはです。すいません、全くノリの分かっていない状態ではあるんですが、こんばんは。そうしましたら、まあここに罠駒置きながら行きますかね。ただこれあれなんですよね、 B の、 位置に潜られちゃうんで、な、 B の位置に潜られますし、あとは A の4とかにも潜られちゃうんで、まあでも潜られるタイミングで金麦置かれなかったのでかいかな。そしたら、でも意外となんか盤面きちいな。これ意外とここかな。なんか A の6に行くよりもこっちな気がしますね。気のせいかな。そして、リースさんこんばんは。いつもアナウンス。そうですね、ちょっとロイヤルバトルで耐久使ってみております。初めて使うんですけど。なるほど。まあ、相手これ潜れますからね。まあ、これは取る一手か。何を置いてくるかな。一応デバフは入ってるんですけど。さあ、ここで回復効果アップぶち込みまして。のすのすけさんこんばんは。いつもありがとうございます。キノコモンスター、なぎささんを、小林ワールド、そうですね。じゃ小林ワールドに入ってしまいましたわ。謎のワールドではあるんですけど。さあ、ここの間にシェムケリーか。まあでもシェムケリーであれば、一旦大丈夫。まあ大丈夫かどうかは怪しいんですけど。ちょっと置くところもな、なかなかっちゃなかなかなんで、金麦取りたいから、どうしようかな、どっちにしても3枚菓子食らうか。こっちですかね。こっちに打って、F の2に置いて金麦取る形にしましょうか。バフはね、なるべく取った方がいいと思うんで。シェムキリ 60% 以下なんですけど、ま、さすがに HP 60% ぐらいはいっちゃうかな。最終的に。お、なるほど。じゃあ使っちゃいましょうか。これ1枚返しとかないっすよね。まあここで使っちゃいましょうか。でこれで相手に強制的に A の2に打たせて、これ 60% いってます？なんだったらワンチャンいってない気がするんですけど。あ、ですよね。 OKOK、 それはラッキー。であとは回復ですかね。 OK、 ダブコンで回復できるんで、これ相当回復しますね。アワテンボのサンタクロースさんこんばんは。いつもアナウンス。そのシュクレって、そうですね、コスト15のシュクレですね。なんで相方の、B ゴマとしては、オファネスさんも入ってます。OK、一気に回復していく。まあ、やっぱ神タン対面は相当強いな、これ。うまく神タンとマッチングできれば強いですね。さあ、ただデバフが、これがさ、デバフいなされますからね、これ。炭治郎やっぱいるか。まあいや、これはジーク。しばきまして、捨てまして、ラストは、まあ、エレナで大きく回復していきましょうか。まあ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 、なんとか勝てましたかね。まあ、そこまで盤面は取れなかったんですけど、OK、とりあえず初戦は勝利していく。次、何使ってくるかな。コンバートっぽいですよね。さあ、何来る？オッケー、予想通り神タンで来てくれた。ただ勝てるとは言っていない。さあ、読みは成功していきましたが、マジで勝てるとは限らないんで、相手もね、バフはいますからね。さあ、初手に正月乱流をぶちかましていく。そして、ね、こっちね、後手番でしっかりと、耐久で強い後手番を引いてはいきますが、
え、ポテチさん、しずまお祭り、そうっすね。今日は僕がしずまっちやる予定なかったんで、絶対沼ると思ったんで。マリさん、あとこのコマは、神ゴマ限定ではあるんですけど、27% もデバフするんで、相当強いですよ、これ。神ゴマ限定ではあるんですけど、27% もデバフするっていう驚異の神メタのキャラクターなんで。さあ、ここで回復の効果を上げていく。さあ、あとはじわじわ行くだけかな。OK、ここで金麦とかも打たれてないんで、かなりいいんですが、ただね、相手、あれがいる可能性あるんで、ネネル来た。三条の方、コンボスキルちょっと微妙なんだよな。まあでも、ここはコンボは来ないかな。これでいきますね。三条の方使って回復していく。ただ相手、炭治郎を使われてデバフをいなされるっていう可能性が全然あるんで、そこだけ注意なんだよな。あ、インサイド来るか、マジか。そっちパターンか。あー、ウォルプタース来た。ここで2ターン貴重な、こいつ使うか。いや、なんだったら相手あれかな。2枚返しでコンボ使ってくる可能性あるんで、ここはしっかりとデバフしとくか。相手これ F の3に来る可能性あるんで、一旦これでデバフしつつ回復していきましょうか。あと、ウォルプタースいつ使うかっすよね。ネネルもしっかりと、おっと、そこ来るか。うわ、これさ、打ち方覚えてね。これ3枚返しなんだよな。どうするこれ。ちょっとウォルプタース打って角取りに行くか。これさすがに B のあれは打ちづらいですよね。2つデバフ入れて、でなんとか角取りたいかな。相手これ仮にあれ来ても、あ、でもどっちにしてもそうか、3枚が食らう説あるか。そうか、どっちにしてもっていう感じか。まあ相手はこれ B の5だと思うんすけど、まあどっちにしても3枚返し必死かな。あ、なんか相手通信を落としてくれた。これラッキーすぎない？全然こっからでも一撃で負ける可能性あるんで、神谷に関してはここで切断してくれるの嬉しすぎ。これでこちらの勝利は揺るぎなくなったかな。オッケーオッケー、諦めてくれるのが一番嬉しいんで、これは完全勝利か。じゃあ危険なささやきは取りまして、あとはこっから自分がマジでプレミさえしなければいけるんで、いや落としてねえなんだそれ。相手あれか、落としたと思いきや落としていないっていうフェイントかましてゆく。これ使える？これ、あ、もう使えないか。これ15枚以下の時しか使えないんですよね。相手まさかのフェイント、切断詐欺ですね。こちらの油断を誘うための切断詐欺っていうのも結構あるんで、ウシさん、冷蔵庫の扉を開けたまま、マジですか？しゃがんだ時に頭を、ヘゴチンしてしまったと。頭ヘゴチンっすね、それ。さあ、ジークフリーツパイセン使われまして。これ、どこ打つ？なんかむずくない？気のせいかな？あ、今度こそ落ちたんですかね。落ちたっていうか落としたんですかね、わかんないですけど。まあここに行きましょうか。無難に盤面詰めていきますか。木村さんこんばんは、いつもあります。さあ、これが正真正銘の落ちなんでしょうか、それともまたしてもフェイントなんでしょうか。切断詐欺、そうですよね。どうやるんですかね。普通に切断詐欺のやり方はわかんないですけど、
あと通信耐久のやり方も未だに分かんないんで、どうやってんのかな、マジで。謎ですよね。さあ、シツカーリとウォルプターソンコンボスキル使いまして、いや、神殺しだな、このデッキ。神タンとマッチングしたら相当強いですね。ちょ、コンバートとも当たりたいな、これ。このデッキで。コンバートのアステールとかプロキオンも一応いなせるんで。そうしましたら、結構打つとこむずいな。まあ、無難にこれでいいかな。うん、タスクキルするの、まあ、やめればいけるんすかね。マジでやり方わかんないですけど。まあ、でも下手したらね、本当に落ちちゃいますからね。切断詐欺するつもりが、まあ、マジであの切断しちゃったら意味ないんで。まあ、これでいきますか。一応オーバーロードできる目も残しまして、てかもうあれかな、ここまで来たらそもそもリーダー捨てちゃってもいいかな。一応オーバーロードだけしときますか。相手これパスなんで、荒くは、あの、か、ほぼ空打ちっすね。マリさんと美容系女子の渚さん的、本当っすか。いやいやいや、それどこ情報っすか、それ。初めて僕聞いたんですけど。どういう状態？初めて知りましたわ、その情報。実は渚美容系女子だった。オッケー、あとは自分打って打って終わりかな。ヌダヤ、ヌダヤ、ナトさんお疲れ様です。いや、相手に一回打たせちゃうかな、これ。さては。いや、打たないかな。相手打たないで終わるかな、これ。ジークとエクレル以外残んないっていう感じですかね。そうですね、性別がそもそも変わっちゃってるんで。よいしょ。最後はエレーナでフィニッシュしていく。あ、そうだ、まずあの右下のところ変えるの忘れてたわ。すいません。右下の変えるの忘れていた。続いては24時で。終了予定なんでよろしくお願いします。